ムゼンハシエクツの紅白ヘラヘラ歌合戦。今回の挑戦はいつもと違う場所で行う。この椅子を提供してくれてるディノスさんに、お部屋をお借りすることになりました。何でもいつも使ってる挑戦部屋が使えないらしくてここお台場のねテレコムセンターなんですけどね、なんではっちゃんのスタジオないのかなって。そして今回挑戦するソフトはこれ、東海道53次です。3ソフト東海道53次。花火職人の勘太郎が京都から東海道を下り江戸を目指すアクションゲーム。一騎水戸黄門とともに3ソフトを代表する時代劇作品で、当時多くのプレイヤーが挫折した超難関ゲーム。果たして東海道を踏破することはできるのか。これは簡単やと思うよな。ゲームセンター CX 課長オン。花火職人かな。あ、早い。全然読まれへん。最初の舞台は京都祇園祭り。お、死んだ。100。花火職人勘太郎の武器は感触玉。爆弾投げるって普通悪もんやけどな。一面ということもあり快調に進む。あ、終わった。早くもクリア。そこへエディ鶴岡が登場。これをお持ちしました。八つ橋です。なんで今回できるだけ旅の気分を味わっていただきたいと思いまして、はい、あの各箇所に行くごとに、うん、あのその土地の名産を用意してあります。あ、そうなんや。はい、有野のモチベーションを上げるべく県を越えるごとにその土地の名産を進呈。まずは京都を代表する和菓子八つ橋。でも重いな。さらに鶴岡手書きの地図で今回のルートを説明。うわあ、すごい。書いておいたので。琵琶湖うんこやん。子供大好きなうんこになってるやん。あ、ほどかやあれ、バイパスのとこや。それしか分からへんな。京都からゴールの江戸まで全21エリア。続く2面は京都から滋賀の草津。プレイ再開。すると新たなタイプの敵が出現。危ない。何や、危ない。あ、しまった。橋の下から攻撃をしてくる厄介な赤忍者。あいつ腹立つな。こいつのあれはどうしたよね。逃げるが勝ち作戦でなんとか突破。しかしまたしても新たな敵。おお、何や、絶対危ない。あいつジャイアンの鼻くそみたいな転がり。個性豊かな敵キャラが次々と現れる。危ない危ない危ない。鉄砲出てきた。ゲームオーバー。そして再開は、あ、一面に戻されんねや。またここか。一撃食らえば一気消滅。さらにコンティニューもなし。超難関ソフトという名にふさわしいシビアな条件。この後再び二面にたどり着くものの、危ない。鉄砲相手に打つ手なし。とここで、おにぎり。おにぎりを獲得。お、何、無敵やけどなんかな。無敵アイテムおにぎりに救われ2面をクリア。滋賀県に到着したので、何これ、これ埋もれ木という
彦根メーカーや。白あんを牛皮で包み抹茶をまぶした和菓子うもれぎ。なんやろ、ぐに全体的にぐにっとしてるなあかん、この味をうまく伝えられへんっていうので自分もちょっと嫌になってるけど、ゲーム番組やから関係ないですよね。三面へ開始早々音楽が変化。そこへ危ない、あーくっついた、あー誰や、あ一気のあのぶっさくな子ではなく、おたみという別のキャラ。ようやく回避したと思った矢先、危ない、うーん、ここでゲームオーバー。うわーそうか、一面へとリターン。左押してスタートも無理か。コンティニューなしの不安な旅路。三面へたどり着くも再び強者が出現。あ、しまった、あいつどうやってやっつけたんやろう。攻撃が通じない浪人。そこでこうか、あ当たったのにな。今感触玉は投げるだけでなく下に置くことも可能。仕掛けるタイミングを測るが、あー切られた、あ切られた、ゲームオーバー。全然進まへん。この後も京都と滋賀を行ったり来たり。でもなんかいけんねやろな課長、いけんねやろな自信たっぷり。その訳は、同じ面7時間やれる人やもんな気が長くなったな粘ればなんとかなる、そう確信している有野。この険しい街道を粘りのプレイで駆け抜けることはできるのか。20周年博覧会は全国5所を巡回中。有野課長が描いたスタッフダブルエラーズな展示品や新作番組のグッズも充実のラインナップ。さあ皆さんお越しください。東海道53次土山へ向かう三面。よし、ようやく浪人を撃破。とここでなんか出たけどな、見たことのないアイテム出現。何取ったんやろ。とりあえず獲得しそのままゴールへ。苦しんだ三面をクリア。怪しげな音楽、その先には、うわあ強いわ。待ち構える役人の姿が。ボス戦突入か。危ない、ああ。あ、なんか将棋減った。関所か。あ、持っててよかったんや。感触玉をぶつけることで出現する隠れアイテム、攻略の鍵を握る。無事関所を通過。しかし。危ない危ない危ない、危ないな、あんなとこから刃物投げたら。精鋭揃いの雑魚キャラたち、油断は禁物。コンティニュー欲しいな。20分後、先ほどの仕事人の元へ。距離を取って攻撃を仕掛けてみる。届かへんのか。少しでも近づくと戦闘モードに。あ、そうか、走り抜けんのか。ここは殿下の宝刀トンズラ作戦。果たして。あ、走り抜けられへん。やはり真っ向勝負しかない。当たった。おー、ゴールや、よかった。見事4面をクリア。三重に到着。今回の名産品は、ありがとうございます。何これ、コンパクトやん。D
テクマクマヤゴン的なやつさ。400年の伝統を持つ和菓子老いの友、羊羹をもなかで包んだ贅沢な一品。うわぁ、なんか食べた後のここ見られるの嫌やな。食えるな、甘すぎひんな。ごめんへ、またしても音楽が変化。何やあいつ飛んできてるの。幽霊らしきキャラに追いかけられる有野、追いつかれまいと必死に逃げる。お化け。その結末は。お化け、お化け。ゲームオーバー。京都へ強制送還。生放送で培ったその粘り腰で耐えるしかない。有野勘太郎の行く手を阻む仕事人。あ、待て。残り1機やられれば京都へ。果たして。いけた、いけた。おお、うまい。うまいな今の。自画自賛の好プレイでごめんクリア。続いて桑名を目指す。すると早々に。ああ、待て。コンティニューなしの苦行が続く。少しずつ前に進めても。おお、何や。ああ、初めての敵や。新たな敵が現れ行く手を阻む。あれ、どうやってやっつけるか。不思議な術を使う坊主天海。時間をかけ6面にたどり着いても。おうおう、術使いの坊主が倒せずゲームオーバーの連続。ああ、終わった。重苦しい空気が漂う。そこで。お、はい。気分転換されてもう一度やり直すっていうのはどうでしょう。実はこのゲームには、はい、あの歌詞がついてまして、曲に。ほう。なんとこのゲームには BGM に合わせて歌える歌詞があるという。気分転換に、うん、歌われますか。歌われなあかんの。カラオケタイムで気分をリフレッシュ。はい。てててあと江戸まで何十里、あと江戸まで何十里、十里八里、待ってておくれももこちゃん、おいらの花火がお土産だ、江戸はまだ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 遠いのか。ゲーム中に俺カラオケやると思いがあったけど。するとここでバンド経験のある鶴岡が。僕じゃあ歌うんで、あれをプレイして気分転換して。鶴岡歌いたかったの。有野がプレイしている間、鶴岡が歌を担当。あと江戸まで何十里、あと江戸まで何十里、十里八里、待ってておくれよ、もう鶴岡一個高すぎる。ジュリーって。今度は2人で熱唱。あーと江戸までのジュリー、ジュリー、ハチリー、待ってておくれよモンゴちゃん、おいらの花火がお見上げだ、江戸はまだ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 遠いのか。そしてカラオケ大会はお開きに。ジュリー、ハチリー。歌でリラックスできたのか。 あの苦手坊主も軽やかにかわす。そして。あ、いけた。もう一人の宿敵仕事人も。あ、いけた。気がつけばステージ終盤。あ、ナイフ。あ、降りてくんねえあいつ。残り一機。今度は冷静に木の上から仕事人を仕留める。その先には海に浮かぶ狭い足場が。いや、あれどうしたらいいね。落ちれば京都へ。緊張の一瞬。ああ、あー、無念でござるね。なんやあいつは。足場の先に待ち構える鳥使いの源氏。この男が有野勘太郎の前に立
立ちはだかる。時間をかけ最後の難所にたどり着いても、狭い足場で鳥攻撃をかわすのは至難の技。めちゃくちゃやな。10里8里と歌のようには進まない。今度はどうか。やっつけてたのにな。攻撃は見事にヒット。しかし足場で惜しくもアウト。いつになったら桑名にたどり着けるのか。13度目のトライ。あ、飛んできた。あ、いけた。よいしょ、よかった。いけました。苦しんだ6面、ついにクリア。まだまだやな。有野勘太郎の過酷な旅路。目指すお江戸はまだまだ遠い。10月29日に埼玉スーパーアリーナで20周年イベントを開催。1万5000人を前に有野課長が生挑戦。その結末はぜひ会場で。超難関東海道53次。7面、序盤から激しい敵の攻撃。あ、ちょっとあいつレッドアリーマみたいな感じになってるな。かつての宿敵を彷彿とさせる仕事人。あ、上から来た。一面からか。先に進めば進むほど辛い。ノーコンティニュー。過酷な道のりをノーダメージで行くのは困難。命からがら斜面にたどり着いても秒殺。ゲームオーバーに。あっという間やな。まさに茨の道。あれ、たったの3機では斜面が限界。あ、なんやろな、この難しさ。この絶望的な状況に鶴岡が動く。コンティニューなしだとちょっと厳しいですよ。厳しいね、はい、何回もここやわ。得点をすごい稼ぐ方法があるんですけど。そう、東海道53次は得点によるワンナップが可能。高得点を稼ぎ一気に奇数を増やす方法があるという。早速実践。4面でアイテムお札の3枚目を獲得。取った。落ちてきた下駄を拾い雲の上へ。すると、うわ、すげえ増えた。得点が一気に上昇。今のだけでだいたい5万点ぐらい稼げてます。お札を3枚で下駄が出現。これで雲に乗れる。そして道中にいくつかある先天雲に乗ると高得点を稼ぐことができる。願ってもないチャンス。しかし大量に増やすにはある条件が。あの、ノーミスでごめんまで言ってください。なんで？あの、一回やられてしまうと下駄がなくなってしまうので雲に乗れなくなってしまいます。次の先天雲はごめん。それまでにやられると下駄がなくなってしまうのだ。あ、しまった。むずいな。つまり一機もやられることなく4面5面の先天雲に乗ることが必須条件。しかしさすがは超難関ゲーム。2つのエリアをノーミスで進めるのは甚だ難しい。うん、だが今はこの作戦を成功させるしかない。ひたすらノーミスでの奇数アップを目指す。そして1時間後。おお、引きた。うわ、すげえ増えた。見事成功させ残機数9で7面へ。よし、今度こそこのステージ突破なるか。当たってない。当たった。当たった。そう、奇数が増えたところで敵の強さが変わるわけではない。次々とやられ続け気がつけば残機ゼロ。せめてこの面だけでも突破したい。いけ、走っちゃえ、走っちゃえ。逃げたよ。よし、逃げた。おお、やりました。
ギリギリです。ここは甘い和菓子で疲れを癒したいところ、はい、これ手羽先です。甘いもんだけちゃうの？名古屋名物手羽先、一度食べたらやみつきになる味。お、冷たいね。遠回しに悪口言われてる。冷めた手羽先を噛みしめながら新たな土地へ。3時間ぶりの新しい麺。うわ、上上がってきた。しかし、うん、ああゲームオーバー。再びノーミス奇数アップ作戦を敢行。もちろんそうやすやすとは増やせない。あ、うん、苦労を重ねようやく8面へ。コンティニューがないのは言うまでもなく辛い。だがそれゆえ一気の重みを感じ、集中力もおのずと高まる。お、ゴールちゃん、おー、いけた、おー、いけた、ありがとうございます。行き詰まることなく8面をクリア。勢いそのままに行きたいところだったが、あ、遅い遅いの、OK。やられた。悪いことはないと思うねんけどな、なんやろうな、逃げなあかん感じ。お民のことが気になって、あ、そっちか。ここで停滞ミスを連発。うん、うん、あ、終わった。長期戦の様相。そんな中気がかりなことが。明日人間ドックやのに検便一回もしてないな。検便のあのカプセルを家に忘れてきて、届けようかってカミさんからメールが入ってたな。それはさすがに恥ずかしいから断ったな。明日に備えるためにも早くクリアしたい課長。再び9面へ。得意のトンズラ作戦。見事にお民を振り切るも、危ない。敵は次から次へとやってくる。あ、それでも粘り腰で何とか進めていき、見事ゴールへ。よし、あ、いけた、やりました。続く10面、久しぶりにあの敵が登場。あ、そうか、こいつか。あ、終わった。ゲームオーバーで再び祇園祭りから。これ難しいな。理不尽ともいえる敵の猛攻。あ、しまった。もはや有野のテクニックでは残機を増やしても10面が限界なのか。このあと進展のないまま時間だけが過ぎていった。世間は今何時ぐらいやろう。有野さん、お、はい、10時回ってた。開始から12時間、中間地点にも届いていない絶望的な状況。そこへ鶴岡がとっておきの情報を。はい、実はこの小判を10枚集めるとワープができます。うん、この時代に。ワープあったの。隠れアイテム小判を10枚集めるとワープができるという。ワープ しかしどこにあるかわからない小判を10枚も探し出すのは困難。そこで、うん、攻略本があるんですけれども。嘘。この中にあの小判の位置が載ってます。はい、小判の位置のみを見るという条件で攻略本を確認しながら進めることに。ワープ作戦でエンディングを目指す。あった。しかしこの作戦には思わぬ落とし穴が。小判探しに夢中になるあまり、あー、来た。敵への注意力が散漫になってしまうのだ。あら、おほー、ゲームオーバー。必死に集めた小判もゲームオーバーになればゼロからやり直し。おー、当たるか。ワープしようっていう横島な考えが全然面進ませようになってきたな。だがこれがエンディングへの唯一の道と信じ、ただひたすらプレイし続ける。敵を意識しながら地道に1枚ずつ。よし。そして30分後。お、取った、取ったよ。10枚目の小判を獲得。10枚目いったよ。ん、あ、来た。あ、
何やあれ。扉の中へ。すると、え、何やこれ。鶴岡が状況を説明。これワープ面に行きました。あ、ワープ面なんや。はい、クリアすると、3エリア分ワープができる裏面と、6エリア分ワープができる裏面があって、はい、で有野さんはなんと今あの6エリア先に進める。うん、どこでわかんのそれ。あ、それは見た目で。あ、見た目。ほんますごいな、鶴岡。はい。ワープは3エリア分と6エリア分の2種類があり、ランダムに選択される。ここをクリアすれば一気に11面へとワープ。連続でワープができればエンディングも夢ではない。とにかくこのワープ面は成功させたい。危ない。出てくるな。通常のステージに負けず劣らずの難易度。ああ、いや、むしろ敵の数はそれ以上。ああ、みるみる残機が減っていき、うわ、取るよね、ラスト。え、難しいな。敵がいろんな種類おるな。有野の行く手を遮る雑魚キャラ四天王。わずかな希望も絶たれ、再び重苦しい雰囲気。しかし有野は、でもやっぱ一回生放送体験してるからへっちゃらやな。一つのステージを8時間プレイし続けた経験が有野の気持ちを前向きにさせていた。再び時間を費やし小判を集め、出てきた6エリアワープに挑むが、あー、しまった。四天王たちにかなわずゲームオーバー。53、次遠いな。チャンスが来るまでひたすら我慢の持久戦。諦めない心で挑むしかない。アイさん。あ、野田。お疲れ様です。どうした野田、テンション下がるわ野田。すいません。野田マネージャーが時計を持って登場。こんな時間なんで。嘘。ちょっと明日の人間ドックに支障が出るので。そうやね、ちょっともう今回を最後のプレイということで、もう今から帰ると。タレント有野の身を案じラストプレイを提案。ラストチャンス、人間ドックぐらい俺飛ばすわと独身時代なら言うてたんです。僕も家族がいるので、はい、人間ドック優先でお願いします。ラスト勝負とさせていただきます。一家の大黒柱として苦渋の決断。最下位地点は6エリア分のワープ面から。ここをクリアすれば新記録となる12面へ。有野、最後の意地を見せられるか。あ、足りんか。さっきまで行けてたのに。もう後がないという焦燥感からか、ステージ序盤でミスを連発。うわ、いやいや、つけたのに。なんやねん。瞬く間にラスト一機。見せ場もなく終わってしまうのか。よし、ここで得点により残機数がアップ。ステージ最後の難所へ。ああ、そうか、そこおるか。これが本当のラスト一機。果たして。よし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 、来た。行けました。よし、来た。ラスイチ男の本領発揮。未知なる12面へ。奇跡を信じ突き進む。おまけや。おまけ落とし。
近い。ああおった赤影がおった。あかんかった。12面で無念のタイムアップ。クリアしたいな。諦めきれないようなので。来週の月曜日、うん、朝9時から、はい、もしもし、はい、その後いいとも、玉芸2本でその後にですね、はい、若干の時間がありまして、うん、最後にショーパン2008年も売れっ子ですな過密スケジュールだがわずかな空き時間に挑戦は可能。するとじゃあ月曜日頑張ります。じゃあ月曜日再戦ということで、はい4日後の再挑戦が決定。プレイ時間はたったの3時間。果たして奇跡は起こるのか。番組公式ファンクラブは平日毎日更新中。週2回配信の動画では挑戦の未公開やオリジナルキックの楽しめるコンテンツが盛りだくさん。すまんな。前回有野さんが中断された、うん12面に今進めていて、はい、あれですね、島田に行く途中ですね、はい、で、残機は、25機にしてあります。前回収録後から4日間この日のために東海道五十三次を猛特訓した鶴岡。それは時間のない中最高の形で有野にスタートしてもらうため。タイムリミットは3時間、はい、12面から再挑戦。エンディングに向け重要なのはワープするための小判集め。出た小判と、ここでおにぎり来た。よし、無敵アイテムおにぎりを獲得。やったやった。次の小判どこや。一旦ポーズし小判の位置を確認。だがこれがあだとなり、あ、ちょうどんとこ折り上がってボンミスはあったものの無事ゴールへ。13面へ。わ、来た。あー、しまった。忘れてた、あいつは飛んだら飛んでくんねや。限られた時間、一気でも無駄にはできない。邪魔なあいつ。出た。慎重なプレイでここもクリア。よし、必ず江戸にたどり着く。14面、9枚目の小判を獲得。あ、10枚目いく。あと1枚、もし6面ワープが出れば残りは3面。そして10枚目の小判出現。しかし、うわ、どうなんの。小判の数は11枚に。ワープの扉は、お、なんやもの。そこには目を疑うような光景が。お、なんやもの。どうすんのこれ。なんやねんこれ。ジャンプのタイミングを測る。あ、参ったな。しかし12枚目の小判を獲得すると無事ワープの扉が出現。おー、来た。あ、これいつもと違う。これはもしかして三面ワープのパターンか。ふーん、現れたのは三面ワープのステージ。三面ワープってことはちょっと簡単なのかな。有野の予想通り敵の数は少なく、あっという間にゴールへ。お、いけた。ゴール、やりました。ワープ3つ三面ワープで神奈川県入り、はい、時間はないが約束なので名産品タイム。 ありがとうございます。かまぼこです。あ、何や、言うとこねこれ。小田原の老舗鈴廣の最高級かまぼこ。しばしの休息。あ、おいしいな。エンディングに向けすぐさまプレイ再開。
残りは5面。しかしここで難易度が格段に上がる。うわ、あいつやっつけるのどうするか。危ない。どうやってやんねやこれ。アリノを苦しめてきた仕事人が迎え撃つ。ああ、やっつけられる。ここはガンムシの虚構突破。結局5機を費やしたもののなんとかクリアへ。よし、いけた。続いて保土ヶ谷を目指す。なんかおるな。厄介な敵オタミが徘徊。あ、しまった。落としなあいつ。しかしこの女の本当の恐ろしさを知ることとなる。オタミと接触すると、あれ、小判減った。あいつ持ってくんや小判。なんとワープに必要な小判を盗まれてしまった。カツアゲに遭い、ワープの道が遠のく。あ、失望感からか、この後ミスを連発。あ、9。ついに残機数は一桁に。あ、畳みかけてきてるな。なんとかこの悪い流れを断ち切りたいところだったが、あー、こっちだ。金の亡者オタミに小判を奪われ、ゴールするもワープはできず。よし、残り8。残り3面で8機。1機たりとも無駄にはできない。なんやねあいつ。当たり前のようにオタミ登場。また減った。もうしゃあないか。とってもワープはもはや絶望的。ここからは正面突破で臨む。ああ、そうか、当たったらあかんねや。タコ上からはタコ乗り忍者の手裏剣攻撃。ああ、下には面をかぶった浪人。どうしたもんやこれ。逃げ場のない厳しい難所。あ、四面楚歌。あ、くそ。残機だけがどんどん減っていく。ああ、うーん、重く深いため息。そしてついに、あ、切られた。ラスト一機。うわー、終わった。参った。グーの根も出ない驚異的な難易度だが、江戸まではもうすぐ。諦めたくはない。うわ、はい、自分もお手伝いするので、はい、ちょっともう一度、気を増やして挑戦するというのはどうでしょうか。じゃあまた第一形からか。はい、レディー鶴岡と力を合わせ再び19面を目指す。京都からの長く険しい道のり、さらに時間との戦い。頼みの綱はこの日のために猛特訓した鶴岡。有野のために懸命のサポート。そして1時間半後、18面をクリア。残り13機、最後の旅路へ。果たして江戸にたどり着くことはできるのか。しまった。2機目、ゲームオーバーに追い込まれた難所へ。落ち着いたプレイでここを突破。当たり。極限のプレッシャーの中、ああ、しまった。綱渡りの旅路が続く。ああ、いけた。なんかおる。お、ゼロリゼロリ、よかった。ああ、よかった。やりました、19件。江戸までいよいよ残り2面。開始早々あの天敵が登場。あ、しまった。
取り憑かいの源氏。あ、近距離からの素早い攻撃。おお、その動きを読むことはほぼ不可能。あ、どう行けばいいのこれ。苦労して貯めた残機が減り続ける。あ、やっつけたのに。有野勘太郎、隙を見て逃走。あ、おった、こいつおった。休むことなく襲いかかる四天王軍団。よし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 。なんや、あ、音波投げるやつおる。あ、おった。すげえ難しいやん。難易度が過去最高なのは言うまでもない。ああ、それは無理やで。そしてとうとう、あ、うわ、残機ゼロや。ラスト一機を迎えた。これまでの2日間の努力を水の泡にしたくはない。よし、じゃあ月曜日頑張ります。じゃあ月曜日再戦ということで。はい。それゆけ有野勘太郎。あ、うわー、なんやそれ。あー、終わった。日本橋手前で無念のゲームオーバー。この後ショーパン生放送もありますので、はい、今日はここで おしまいということで。ショーパンまた釣られへんし、今回はすいませんでした。僕の負けです。残りの旅路はこの男が引き継ぎます。有野課長の後を引き継ぎ、超難関ゲーム東海道五十三次のエンディングを目指しました。20面、有野さんがゲームオーバーになったのはステージの序盤で、この面は恐ろしいほど長く敵も大量に登場。江戸はまだ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 遠いです。有野さんも苦労された四天王軍団に手を焼き、何度も何度もゲームオーバーになりました。やはりコンティニューがないのは厳しく、気がつけば朝を迎えていました。しかしギブアップするわけにはいきません。有野課長から教わった諦めない心で、とにかくひたすらプレイし続けました。開始から11時間、ついに日本橋へ到着。最終21面は江戸の祭り。20面に比べれば簡単で、思いのほかあっさりとクリアすることができました。それではエンディング画面をご覧ください。このソフトは僕が今までにやったゲームの中で一番難しかったです。これ以上ない達成感を味わえました。ありがとう東海道五十三次。チャンネル登録・高評価お願いしますね。